平成28年8月19日、阿蘇市薬院原の下神社で、御神体を火で温めて農作物を下の害から守り、五穀豊穣を祈願する火焚き神事が始まり、59日間燃やし続ける火が入れられました。この日、下神社の宮司と火焚き乙女が待ち受ける中、阿蘇市的石から奉納される薪が到着。奉納された薪のお祓いが行われました。今年の火焚き乙女は、小学校2年生の市原希子さん、8歳です。まず、御神体を温めるための準備が行われ、宮司から火焚き乙女に火が渡され、薪に火を移しました。そして、下神社本殿から御神体を神輿に乗せて、氏子らが神輿を担いで火焚き所へと運び、乙女入れの儀式が行われ、これから59日間火を燃やし続ける火焚き神事が始まりました。下神社の火焚き神事は、御神体を火で温めて農作物を下の害から守り、合わせて五穀豊穣を祈願するもので、阿蘇の農耕祭事の一つとして、国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。下神社の火焚き神事は、8月19日の乙女入れから、10月16日の乙女揚げまで、59日間火を焚き続けて御神体を温めます。火焚き乙女の希子さんは、期間中、学校に通いながら神事に参加するということです。